田野さんセラピストでね、はい、強押し得意っていうことなんで、まあ、私は強押しそんなしてもらえないんですけど、はい、ちょっとやすごい興味があるので、はい、はい、ちょっと受けてもよろしいでしょうか、はい、やってみましょう、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、うつ伏せでいいですか、はい、はい、うつ伏せで、ふくらはぎは弱いんですけど、はい、腰と首はだるくなりやすくて、はい、ほぐしてもらいたいのはその箇所ですかね。コストとかだったら多分ちょっと強くても大丈夫だと思うんですけど。はい、じゃあ適当に。はい、ちょっと やりながらで、ね。はい。はい。でも、痛いってなってるのを見たので、はい、あれはどれぐらいでやったのか知りたいです。あれはでも、そんなに強くないです、はい。そうなんですか？はい。羨ましいです、体大きいってやりやすいですよね。やりやすいけども、うん、逆にその強いのダメな人が全く受けられないんですよね、うん、はい、で、なんでしょう、その効いてるイコール痛いみたいな感じで思ってる人って結構いるんですよ、うんうん、あ、いるいる。なんでその効いてると痛いを、うんうんうん、その一緒にされちゃうと、うん、痛い下手くそみたいなのはよく言われます。じゃあ腰ちょっと、はい、どんな感じか、はい。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、これでも大丈夫。うん、大丈夫です。大丈夫。ああ、これくらいで、はい、ああ効いてるなって感じです。ああ、はい。弱いですか全然。このぐらいなら、はい、全然こう1日10時間揉めます。はい、あ、じゃあ全然楽ちんなんですね。そうですね、うん、でもこれ以上強くやっても意味ないじゃないですか。うん、まあそんないらないですもんね、はい、だから、うんうん、そういう場合は別に強く押すんじゃなくて、うんうん、このぐらいでもストップです、うんうんうん、はい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 、はい、だから希望があれば答えますよって感じなんですか、はい、そうですね、もしこれでもっと強くって言われればもっと強くは押します。なんかでも怖い、旦那さんのなんかマックスでお願いしますって言えたら言いたいんですけど、体壊れそうだから言わない。あでも気持ちいいです、はい、うん、多分このぐらいなら全然大丈夫だと思います、うん、でこのぐらいでももう激痛だっていう人もやっぱりいますよね。あ、確かに、えって思うぐらい弱い方もいますからね、はい、もうこの手を置いて、うん、セットアップした段階でもう痛いって言われることもあるんで。あ、本当ですか、はい、あ、押し込んでないよみたいな。そうですね、はい、あ、何百人に一人ぐらいの確率でいますよね。あ、まあ、少ないですけど確かにいますね、はい、殴るだけの人とかもいますもんね。います。うん、これも本当に誰が悪いわけじゃないんですけども、うん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 、どうにもできないですよね。そうですね、結局やっぱり自分も撫でるだけみたいになっちゃうんで、うん、あ、でも気持ちいいです、すごい上手だと思います。やっぱり田野さんね、うまそうだなって思ってました、はい、なんでですか。まあなんかまずは自分で自信持ってますよね、うん、そうなんですよ、自信はあるけどもそれが通じてないから、うん、やっぱりこう疑心暗鬼ですよね。 あれ本当にできてんのみたいな。でも田野さんってちゃんとやるじゃないですか、そのお勉強とか、はい、その何人もやっていって精度を高めていってとか、はい、そういうなんか、はい、あの怠慢な人が自信持ってても、はい、本当にいいって思うんですけど、はい、まあ、自分に厳しい人が自信持ってるってことは、はい、やっぱりそれなりの裏打ちがあるんだなって思うので、はいはい、そうなんだろうなって思ってました。あ、まあ、まだ結果出てないですけど、何なんでしょうね、田野さんはやっぱりこうちょっと怖く思われちゃうんですかね。なんでしょうね、うん、そんなに分からないです、なんか潰れちゃった理由は。いや、自分も分かんないです。うん、でも3回やれてるってすごいですよね。まあ、1個は自宅なんで、うん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 、で、もう1個が買って、うんうん、で、もう1個は、うんうん、借りてましたね。うん、なるほど、はい、力抜いてください、はい、
この辺も大丈夫ですか？うん、はい、今ぐらいで十分だなって思います。あ、はい、弱いですよね。そうですね、うん、このぐらいなら全然、うん、10時間大丈夫です。10時間大丈夫です。でも実際この前、うん、10時間やったんですよ、そのクーポンのやつで。あ、はい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 。3時間、3時間、3時間、1時間みたいな感じで。うん、でも本当それすごいですね。休む暇なくないですか？3時間やって1時間休んで、うん、3時間やって1時間休んで、3時間やって1時間休んで1時間。ああ、そうなんですね。でも本当働き詰めですね。はい、そうですね。朝から晩まで。はい。へえ。13時間かかってますね。すごい。だからその、結局こっちに来て、うん、その人に使ってもらってやろうとしてるんで、うん、10時間できないと、あ、まあまあ、はい、うん、きついなと思ったんで、いや本当に自分はできるのだろうかと、うんうん、試しにやってみました、うんうん、どうでした？いや全然なんてことないですね。あ、じゃあ全然いけますね、13時間やって大丈夫なら。はい、ただそのこれがオール強もみだともう全然無理です。いやー、そりゃ無理ですよ。あの90分2本でもう無理だなと思うんで、はい、厳しいですね。そうだと思う。強もみはちょっと精神力もいりますよね。いりますね。うん、痛い。痛い。これ軽くです。私相当その辺弱いですね。そしたら弱いですね。痛いです。はい。結構この辺がっちりやられた人多いんですよ。ああ、そうですね。はい。いますね。多分私って薄いじゃないですか。はい。多分もう骨にはすぐ下だから、はい、多分あんま強くなくていいやと思うのかな。でも痩せててもそういう人もいますよね。こう痩せてても、もうがっつり強もみみたいな人もいるんで。いますね。あれはちょっと神経がどうかなってもいいんじゃないかなと思いますけど、あのもうそうですね、知覚過敏の逆ですよね。うん、そうそうそう、どうもしてますよね。はい、だからそういう場合なんかだと、うん、やっぱりもう極端に張りが強い人ってそうなってますよね。ああ、はい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 。でそういう人もやっぱり強もみ欲しがるんですよ、うん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 、なのでそういう人が受けて、うん、ガツンと感じるぐらいの圧は入れたいなと思って。うん、結構こういうとこですね。痛い、痛いよ、痛いよ、痛い、はい。私はどうですか？いや、でも張ってますよ、やっぱり。張ってはいるんですよね。はい、ただ、筋肉細いんで、うん、狙い難しそうですよね。ああ、そうなんだ。なるほど。はい、あそこすげえ気持ちいいっす。はい。あ、でも本当人の体もそれぞれね、ありますもんね。はい、勉強ですね、ずっとね。大丈夫ですか？はい、はい、なんか首を、はい、そのギュッてやられるのって、はい、圧迫感すごくないですか？軌道がなんか浮きなりません？うつ伏せはなりますよ。あ、はい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 。でも、はい、そんなことよりも、うん、ほぐしたいの方が強いんで、あ、なるほど、もう多少のマイナスは目をつぶると。なるほど、はい、結果的にほぐれればもうそれで OK なんで。あ、ピリ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 ピ